ご挨拶遅れました。明けましておめでとうございます。しんのすけでございます。大崎さん、ご機嫌の方はいかがでしょうか。大崎さんにとってより良い2023年になればと心からお祈りしておる次第でございます。例によって123ウォーズなんですけれども、前回はちょっとね、大人げない感じでやってしまったので、今回は少し抑えてやっておきましたので、ぜひともチャンスだと思いますので、せめて出してほしいと思います。頑張ってください。なんちゅうふんわりした、しかも心が1ミリもこもってない、これがしんのすけですからね。皆さん騙されていけませんよ。大御所とかなんかパチスロ界を代表するライターとか入れてますけど、心こもってないからあいつ。そんなことはいいとして、123ウォーズー、さあ一人で頑張っております、万波でございます。関東対関西、123のね、西と東の店舗で戦うと企画、実はね、各回ごとの勝敗の決定になりまして、第1回目は関西勝ったんだって。昔罰ゲームがある頃はね、関西軍何にも勝てない、もしかしてやらせてはねえかぐらいのこと言ってた時代もあったんですが、模様替えしましたら関西勝ったということでございまして、それの第2戦の後半になりますね。はい、第一戦関東軍がやって、新之助さんがわーわーわけのわからないこと言ってましたが、全く勝ってるか勝ってないかあいつわからない、なんで惑わされずに粛々と自分の仕事をやっていく、これがねパチンコの戦い方でございます。というわけで、今回ねゲストをまたお招きしてやりますね。今回はパチンコ界の吐き溜めに咲いた一輪のバラ、平山ちゃんでございます。バラでーす。バラでーす。よろしくお願いします。トゲありまくりですからね。刺しまくって何人ほど殺しました、トゲで。数え切れないぐらい。ああ、だいぶの人やってきた平山ちゃんでございますが、というわけで、実はね、別チャンネルで戦ったりもしましたけどね。はい、その時はもう何にもできずね、2人とも泥試合で、2人とも負けるのに勝ったっていう、僕はねってやつだったんですが、今日はちょっとかなり2人で仲間でやる大会よ。はい、大丈夫。もう大丈夫です。もう乗り打ちは得意なんで。人のために出すタイプなんですよ。本当に自分の時は負けて、自分の時はめっちゃ負けます。一緒一緒に乗りしましょう、一緒に。ということで、今日はですね、まあ、抽選を受けて入ったんですけど、はい、2人の番号良くなかったですね。あんまり良くなかったです。おー、そうそうそう、あ、微妙。最高日じゃねえか、ほとんど微妙やってらんねえな、おい。まあ、これは俗にインチキだな、123お得意の。そうそう、ほんとこういうのガチで怒られるからな。マイナスになっても怒らないタイプ。あ、全然怒んないです。僕は猛烈に足引っ張りますよ。大丈夫です。大丈夫。でもちょっとまかなえないんで、できればプラマイゼロ以上にはなってほしいなと思ってるんですけど。それはちょっとあそこで立ってる店長に言ってくれよ。あいつだから、もう負けたら終わるの、あいつのせいだから。今日は手堅くね、1000枚出してる間に、だいたい4万発ぐらいでいいですか。4万発も出してくれるんですか。半分ちゃんと渡します。ありがとうございます。ということで、今日は華麗なる出玉山積み、そして平山ちゃんの何、ちょっとセクシートーク、下ネタ結構好きなんで、はい、それでお楽しみいただける1時間になるかと思います。それでは頑張ってまいります。いってきます。みんなマイジャグだな。これ出とるから避けられてるの。ハッピーの方がいいんだけどな、本当は。とりあえずジャグだ、ゲットしました。全員スロットですよ。まあそういう時代ですもんね。期待値っていう基準とどっちも一緒なんですけど、リスクが違うんだよな。やっぱスロットの方がやっぱいい台積もったらリスクないから、それはいきますよ。おーす、おーす、おーす、おーす。
さあ頑張るぞ、さあ頑張るぞ、全員スロットですよ、おーす、打ってやれガロー、全員前60人、なるほどね。さあちょっと台の吟味差しかないね、予想外に選べるんで、はあ、あーなるほど、ぶっちゃけましょう、エバゴジが今日はね多分本戦です、エバゴジ、そしてこっちのエバ、これそこそこ本戦です。しかしこれだろ、一応ここから入ります、スペック甘い、チャキチャキの信頼、まあまずお客さんここ来ると思うんで、まあ、ちょっと足りないって感じだったら、エバゴジかな、ケージかな、はい、そんなところで今日は様子見しながら、セラーマちゃんジャグライってしっかりやってくれるからな、あんま負けるとガチ切れされそうなんで、しっかりとやっていきたいと思います。オートボタンオン、賛成フラッシュ標準、先読みおすすめオフ、よしこれで 3D なくなりました、はい、それではマイジャグ打っていきたいと思います。おい聞こえる、 俺の声、あ聞こえます、まだ打ってないのかな、これからよし打つとこです、期待しといて、私は今日はあの4万発ほど出る予定なので、いやもうお願いします最悪あの僕のちょ玉カードあげるってこんなことすると犯罪だぞ、いけないぞこの間でも私ガロで2万発ぐらい出ました。えいいな、これ何が一番期待したらいいのかな、衝撃と、うん、赤タイトルと、赤タイトル最後のボタンのどれか1個、はい、1個でも、あ1個2個、2個ぐらい欲しい、2個あれば期待していい、そうですね、よし、ちょっとあの演出バランスとかよく分かってないんだが、今度は面白いか、私はシンガロ2の方が好きです、あそう、僕もシンガロ2はまあまあ好きだったんで、全然それとは違います、しかしこれおなんか全面液晶みたいになってんな、めっちゃでかいですよね、なんかジャグラーとこう別種のゲームみたいですよね確かにでもどっちもあの今のね最新液なんだが、でもそういうちょっとアナログっぽいジャグラーの方が朝から埋まるっていうね、新しければいいもんっていうもんでもないのがパチンコパッションの難しいとこだね、うん、なんか最近なんか TikTok でダンスみたいなのやってなかった、はい、やりました、あのYouTube で、あ何やってんのあれ、あれはあの春日のダンスをフルで踊って、え踊ってみたやってんの、踊って歌ったんです、えすごっ、やっぱちょっとあのあれだよな、最近ちょっと若手で胸強調みたいなあの演者さんとかインフルエンサー増えてきてるから、ちょっと戦っていかなきゃですかねいやちょっともうおっぱいでは勝てないんで、ダンスでキレのいいなんとかいいことですよあのそういえば隣のお客さんとお話しました、いやまだ話してないです今日実はあのさすがあの都心のホール、渋谷区のホールだけあって芸人さんがね何名かいらっしゃいますよね、はい、普通に打ち切って抽選並んでる隣の方が創設が出てますけどどうですか、光ったら私目をしましょうかとかいらんこと平山ちゃんお隣いる方は梅木恋愛研究所の方ですよねのはずなんですよそれがまあ実はマスク越しなんでわからないんで様子見をしていこうっていうパチンコ好きな芸人さんのはずなんです、言うタイミングがあればいや、ちょっとなんか聞いてみてください、これってあの取りこぼしある子役なんでしたっけとか聞いてみますか、聞いてみ、あのさっきから気になってたんですけどちょっと聞いてみます聞いてみて、すいません、あの恋愛研究所ってやつに出られ、あよかった、なんか間違ってたらどうしようかと思って、恋愛研究所に出られてる人じゃなくての人ですよ、あの人なの、ごめんなさい、なんか大崎さんが絶対そうだっておっしゃってて、
あ頑張ってください。なんかちょっと面白いことやってもらってそう、あなんか面白いことやってください。今撮れますか？あいいですか、映っても。一番芸人が嫌がるふりしてどうすんだお前、マジで怒られるよ。ありがとうございます。いや寂しいな。すいません、なんか遠くから本当申し訳ない。頑張ってください。おいひどいふりしてんな、面白いことやってくれて。そのまま言ってんじゃねえよお前。いやでもやってくれ、優しい方で、優しいね、やってくださいました。あとで1万円ぐらい負けたらお金ちょっとくださいっていうのよ。わかりました。というわけで、プライベートの芸人さんも利用する一時さん TV でございます。でも本当に今日はパスロ のお客さんの集まり方見てると本当に設定ありそうだよね。ジャグラーはもうマイジャグじゃなくて他のやつの方が、うん、今んとこ感触良さそう。他の機種、まあまあでも分かんない、まあ、分かんないですけどね。分かんない、ジャグラーは。私の台は前日出てる台で、うん、あら結構避けられてだから飛ばしてわかるたんで、もしかしたらちょっと外れの可能性もあるんですけど、うん、前の日出てる台やっぱちょっと心理的に座りづらいからね。そうですね。でもそれをこう逆に据え置く店もたまにあるんでね、うんうんうん、ちょっとどうかだな。あ来ました、光りました。光った、光りました、よかった。はいはい、ビッグ、よし、いいぞ。100何ゲームだ。いいんだよ、多分ね、1っていうことはないでしょ。108ゲームいいね、最高。報酬4000円です。6の合算値超えてきたな。早くももう6ですね。ジャグラー思い込みが大事だからね。いや、そう、6だと思ったら6なんで。本当にそうなっちゃうんだよ。はい、ガロー系の演出の作り方って最近ちょっと飽きてきたっていうかね、食傷気味なんですけど、これちょっと見せ方変わっていいね。シンガル2までは基本流れ同じだった、今回一新されてる風はある。でもこのガロもお店さんによって本当にすごい勝負かけてるお店さんと意外に抑えめのホールさんとはっきり分かれる。ご自衛場もそうだったですよ。話題機種だけどあえて買わないっていう選択肢の差もあって、すごい個性ができましたね。いいことだと思います。もう飲まれました。飲まれた、飲まれました。こっからでしょう。え、お金ちょうだいって言ってみてよ。お金ちょうだい。いや、本当に言うなお前。すぐ言うから。いや、それは言えないですよとか、そういう遠慮しろお前。いや、言えって言われたらもうやりますよ、何でも。平山ちゃん、ちょっと時々信じられない時あるから。皆さん気をつけてください、ね、平山さんはちょっと読めない時ありますから。ノー、ノーは言わないんで。すごい、ノーは言わない、いい情報が出ましたよ、はい、あ、来た258ゲーム。レギュラー、ありがとうございます。投資7000円です。いいよいいよ、レギュラーでした。レギュラーがついてくる台は6だ。単独レギュラー6だ。知らんけど結構ハマっちゃいましたけど、全然まだ合算値はやれるでしょ。合算もう180ぐらいです。大丈夫大丈夫、上がってくるから。そっか、こっからだ。6だから大丈夫。そうだそうだ。勝った、分かりました。よし、 いいね、順調ですね。ビッグ、順調だ。レギュラー、はい、レギュラー、よし、ビッグ。ねえねえ、めちゃくちゃ出てないですか、ね、今は合算6です。ビッグ、ジャグラー楽しそうとかなっちゃって。緑消化。
今日初のリリさんだ。おー、ぶるった。どれぐらい通過しないけどぶるってる。ほら、やってんな。今日2回目のベースオブガロ。ホラーだ。ホラーはね、赤じゃない方が強いやつだっけ。チャンスチャンス。なんかいる、なんかいる。パッといる。これ素でも30-40%あるんですよね、トータルで。お、ホラー。お、衝撃。衝撃だ。衝撃きました。いける。音で聞いて解説中のヒラーマンです。衝撃は多分絶対剣で到達なんで最後。オッケー、よし、右手で剣を行くよ。お願いします。あらさー、あー、だたー。4番バッター来ました。4番バッター。うわ、気持ちいい。うわー、出るぞ出るぞ出るぞ、出たぞ。バーン。ほんとやばいね、やりすぎだよこれ。結構昇格のとこで上がんないことが多い。あ、そうなんだ。全然ラウンドで。あ、そこ変わったね。前のガロー上がんなかったらもう無理っぽかったじゃん。あ、そうですそうです、全然。よしよし。しかも外れても1500発出るからね。甘いですよね。そうそう、ほら、よし、いよいよ後半でも100歩ずって外れても許すわ。1500個出るのでげ。よし、あ、ほっとする満発です。これ完全なドプライベートだったらね、まああの、ざけんなよとか、あ、やったとかなってるんですけど、本当にあの、何でもいいから当たってくれた喜びがこう映像で見せなきゃいけないんだよ、皆さんね。何でも当たんないんだけど絶対許されない。うー、頑張れ。あ、危険度4。あ、全部読みました。へー、遅いですね、これ連打で。はい、というわけで残念ながら50発引けずでしたが、はい、でも1500発いただきましたんで、いや全然いい。これを元手に頑張っていきたいと思います。待ってください。よし、お、来ました。206ゲーム。あ、固まってる。ビッグだ。キンキラキンだ。映ってんのかな。映ってキンキラキンの5号ランプです。でも今あのスタッフさんとも話したんですけど、本当にこの台すごいな、筐体含めて完成度っていうんですか、よう作ったなって感じですね。いや、文句言うのは簡単なんですよ。なんだって文句つけるの、でかすぎだとか、派手にしたって真ん中で意味ないじゃんとか、まあ、それは何でもいいんですけど、全面液晶、そう、さっきも話したんですけど、全面液晶機って平和が一匹出してたんですよ。で、僕覚えてるんですけど、猪木が全面液晶出て、それがいまいち反応が良くなくて、皆さんそっから止まったっすね、確かね。なぜ全面液晶ね、インパクトあって良さそうに思いますけど、なぜダメかっていうと、ギミックが作れないんですよ。盤面が全部液晶になっちゃうから。今ってまあね、でかくて画面の中でやってるっていう時代じゃないんでね、焼物やギミックとの絡み合いで盛り上げていくっていうのが主流なん で、一見最新鋭の標準に見えていまいち物足りなかったっていうのは、今度はこのガロ筐体がギミック、そしてあの立体のガールのフェイスですよね。新たな
技術の導入で全面飛車をもう一回置き換えてたっていうか、今後あり得ますよこういう作り方。つまパチになって大きく筐体も変わってくるわけじゃないですか。盤面の中でやってたことを外に出して全部で盛り上げるみたいな、そういう時代になっていくんじゃないですかね。いい音をお届けできていると思います。矢倉の島にも おいちょっとダメージ大きいです。今の外れた衝撃がやってしまった、動け動きそうな予感がする。ほら動いた、イエース、おイエース、ありがとうございます。復活、復活です。あー、よかった、はあ、よかった。復活はラッシュっていう法則は生きてんだっけ、これ。そんなんないっすよ。まあいいや、とりあえず当たった。よーし。あ、なんか入った風な予感、ずっと、これ復活ってラッシュ確定じゃないよね。じゃないと思います。ですよね、はい。まあいいわ、なんでもいい、50% だ、それでも。いけるいける。いけるいける。じゃあ青で、どこなのかな、これは。浅いか、最後握れば頑張ります。マジか、いやこっからでしょ、まだまだ大レンジャー後半で、はい、お届けしたいと思っております。はい、というわけでいいですね、大きいレンチャンは後で。さあ、ということで、2回取ったところでエネルギーを補給しまして後半戦につなげたいと思います。まあまあ良きでしょう、いい展開の入りですね。後半戦ご期待ください。なんかね、不死身に飲まれないんですよ。飲まれそうなんだよね。なんかね、いけなくもない気も。ねえ、これはラッシュ入るかな。7は入りますよ。こっからが逆転だぞ。